ジャン・クリストフ・ナポレオン・ボナパルトは、ボナパルト家の課長で、ナポレオン公。ナポレオン七世ボナパルト家当主の座は、ジップ・シャルル・ナポレオンと競合状態にあり、父の家督を有効とみなす場合、次期課長として、ナポレオン八世の予定者とされる。南フランスのサン・ラファイルで、シャルル・ナポレオンと、その最初の妻ベアトリス・ド・ブルボンデ・ドゥイコール・シシールの間の長男として生まれた。 父母双方の出自により、女系で、ブルボン家の血を引く。父シャルルと母ベアトリーチェは1989年に離婚。父は1996年に、非戦結婚に走った。このため、ナポレオンの癖子と祖父、ルイナポレオンは、シャルルの継承権を剥奪し、代わって孫である、ジャンクリストフを継承者と見るようになった。1997年、ルイナポレオンは、死の間際に、 孫のジャンクリストフを後継者にすると遺言した。しかしシャルルは父の遺言を無視して課長を称した。以来、父の間でナポレオン7世の座を競合している。ただしシャルルによれば課長の地位をめぐって父の間で対立などはしていないという。またシャルルは自身の推定相続人にジャンクリストフを指名している。ジャンクリストフはヘック経営大学院を卒業し、 ニューヨークのモルガン・スタンレーでアナリストを務めた後、2017年5月には、ハーバードビジネススクールで MBA をも収め、ロンドンのブラックストーングループにて未公開株担当のアソシエートにもついた。フランス語、英語、スペイン語に堪能である。2019年3月、ジャン・クリストフは、アルコチン・レベルク伯爵クリプラントの娘である、オリンピアと婚約した。 オリンピアの父アルコツィンネベルク伯爵リプラントは、最後のバイエルン国王ルートビヒ三世の彦にあたり、母、マリア・ベアトリスは、最後のオーストリア皇帝カール一世の次男、ローベルトと、イタリア王国初代国王、ビットオリオ・イマヌエーレ二世の創尊、マルゲリータ・リサボヤ・アオスタの娘、かつオーストリアイコールエステ大公で、ベルギー王子のローレンツの姉にあたる。婚約に際し、 ジャン・クリストフは、ナポレオン三世皇后ウジェニード・モンティジョイアイの四軸カラットのダイヤモンドを結婚式に使うことをオリンピアに提案したが、その矢先の2019年4月に、ホテルの前に止めてあった二人の車から、オリンピアのカードと共にダイヤモンドが盗まれるという事件が発生。警察による公開捜査の結果、盗んだのは三十歳のエジプト人で逮捕となり、ダイヤモンドは、 無事に二人の元に戻ってきた。民事婚は2019年10月17日に、縫い市庁舎で、宗教婚は2日後に、アンバリットの三類礼拝堂で拒行された。ありがとうございます。